ユーレカはアメリカ合衆国カリフォルニア州北部ハンボルト郡の都市であり、同郡の郡庁所在地である。1850年に設立された。2000年国勢調査での人口は26,128人。2010年では27,191人と4%増加した。ユーレカはハンボルト湾に隣接し、 サンフランシスコ市からは北に270マイルに位置し、カリフォルニア州北部海岸の政治、医療、公益及び芸術の中心として機能する港湾都市である。世界最高の樹木であるコーストレッドウッドの広大な保護区域や、それに関する多くの公園に近く、カリフォルニア州立公園システムの北海岸セコイア地区やシックスリバーズ国立の森の本部が市内にある。 歴史的には、西海岸製材業で果たした役割が大きく、オールドタウン歴史地区にあるカーソン邸宅を、はじめ多くの重要なビクトリア様式建築物がある。ユーレカが太平洋岸のハンボルト湾に位置し、豊富なセコイアの森に近いことは、19世紀に開港都市が誕生するために、豊かな環境を提供した。150年以上前から鉱山し 林業者及び漁師がカリフォルニア州北部海岸の原始荒野に足跡を残し始めた。その前の時代はすでに少数集団のインディアンが住んでいた。ヨーロッパ人がこの地域に到着する以前の数千年間にわたってワイオット族インディアンが住んでいた。アルゴンキン語族に属するインディアンとしては最も南西に住む種族だった。その伝統的な海岸での拠点は マットガーカリュからハンボルト湾までとイール川下流域に沿って南に広がっていた。ワイオット族はそのカゴ細工と漁業管理で特に知られている。この地域の高度に発達したカゴ細工が後半に集められ、ユーリカオーレドタウンのクラーク歴史博物館に収められている。ハンボルト湾のウッドリー島からインディアン島と漁師の記念碑を望む。 どちらも地域内にある北カリフォルニア海岸のヨーロッパ人による探検は1579年には始まっていたが、その後300年近くの間、ハンボルト湾の場所を定義づけることができないでいた。このことは地形的な特徴に気象条件が加味されて、一見しただけでは狭い入り口を見つけられなかったことによっていた。1806年に、 ロシアの探検家が指認した詳細文書があったにもかかわらずヨーロッパ人ははっきりと認識しておらず1849年になって陸路ここを訪れた探検隊がカリフォルニア州では2番目に大きな湾の正確な位置について信頼できる証言を残したこの発見のタイミングによって1850年5月13日ユニオンメンドシーの探検開発会社により 海岸に幽霊化の開拓地を設立することになった。シエラネバダ山脈におけるカリフォルニアゴールドラッシュの二次的なものとして、金炭鉱者が近くのトリニティ地域で金脈を発見した。鉱山師たちはサクラメントからの山越えで大変なルートに変わる便利なルートを必要としたので、当時発見されたばかりだったハンボルトワニスクーナーなどの船舶が来るようになった。 ハンボルト湾は自然の推進が高校に適した海峡に隣接していることが理想的だったので、この湾にある主要都市として有利化の発展を保障していたが、1856年まではアーケータの町の方が内陸部金山に物資を運ぶ道に近かったので、有利化よりも優位性を確保できた。有利化とはギリシャ語で、 私がそれを見つけたという意味であり、このカリフォルニアゴールドラッシュの鉱山紙にとって期待を持たせる岩竹のある言葉はカリフォルニア州の公式モットーにもなっている。ハンボルト湾地域で事業を始めた最初のヨーロッパ人はワイオット族インディアンと出会った。初期の地域調査記録によれば地元インディアンの暴力のために調査のための上陸すらできないような状態だった。 1850年以後、ヨーロッパ人は最終的にワイヨット族インディアンを制圧した。地域のインディアンの人口はヨーロッパ人が到着する以前に数百人程度だった。しかし、ほとんどすべての場合、ヨーロッパ人開拓者は彼らの土地を完全に取り上げたことに加え、先祖伝来の食料源に近づくこともできなくした。これは、 アメリカ合衆国政府や軍事担当者がインディアンを援助し、少なくとも平和を維持しようとしていたことに逆らっていた。1860年春には土地の者たち、主に幽霊家の事業者がインディアン島でインディアンの虐殺を行った。この地方及びアメリカ合衆国全体でインディアン文化に対してヨーロッパ人開拓者が取った行動の年貢は市の南端にある。 ハンボルト鳥で州立歴史博物館に展示されている。ユーレカの町には1853年に最初の郵便局が開設され、この頃に森の外れまで格子状のマイクが設定された。その森はサンフランシスコなどの建築に使われるために伐採され、運び出された。単鉱師として到着した初期移民の多くは、木こりでもあり、希望を抱いてやってきた。 高山市が工業で人旗上げるのが難しいと認識したときに林業の莫大な可能性が認められるようになった。町を設立してからわずか4年後の1854年、ハンボルト湾地域で市場に出す材木の製材所9カ所のうち7カ所がユーレカの町にあった。その1年後には、ハンボルト湾では140隻のスクーナー船が活動し、太平洋岸にある 他のブームタウンに材木を運んだ。製材業が急速に発展すると、ハンボルト湾近くの森林は枯渇していき、技術の発達によって数多い狂気の鉄道が敷かれて、巨木をハンボルト湾沿いの製材所に運ぶようになった。ユーレカのオールドタウンにあるカーソン邸宅1886年建設ユーレカの賑やかな商業地区や、 水際に近いビクトリア様式建築物はこの時代の大きな繁栄を反映したものである。これらビクトリア様式建築物の多くが今日も残っており、その多くは全面改装されたが、いくつかは当時の優美さや華麗さを止めてきた。ユーレカ市内にある建築物や近くのアーケータとファーデールのビクトリア村にあるものを合わせて国内全体で建設された。 ビクトリア様式建築の発展にかなりの重要性を果たした。二番通りとメインストリートの角にある豪成なカーソン邸宅はおそらく国内でも最も見応えがあるビクトリア様式建築である。この邸宅は1884年から1886年にかけて著名な19世紀建築家ニューソムニューソムによって 生材業団尺のウィリアム・エム・カーソンのために建てられた。このプロジェクトは生材業が低成長である時代に、生材作業者や採掘士を働かせておくために、考案された。19世紀に繁栄した街の中心である、オールドタウンは、現在改修されて、活発な芸術の中心になってきた。オールドタウン地区は、アメリカ合衆国国家歴史登録財によって、歴史地区に指定された。 レッドウッドの存在に結びつけられた、この文化地区には、ビクトリア様式建築の多くを含んでおり、家屋として使われていなければ、宿泊所、レストラン及び小さな商店に転換されており、ガラス機から焚木ストーブまで、また地元で作られた多様な芸術作品まで手作りの、木造家屋産業の姿を今も表現している。幽霊化の街の基盤と生活は、過去も現在も、ハンボルトワン、 太平洋及びその関連作業を特に漁業に結びつけられる。1851年にはすでにイール川沿いで酒漁業が始まり、それから7年後には毎年2セン0樽の燻製魚と5万ポンドのスモークサーモンが加工され、ハンボルト湾から出荷された。その加工場は主に幽霊化の水際にあり、現在も残っている。1858年までに、 ユーレカで建造された船舶の最初のものが浸水し、その後何十年にもわたって続く造船業の始まりになった。ハンボルト湾は、夏季の養殖でも西海岸で最大であり、19世紀から商業ベースに乗ったものだった。ハンボルト湾は、現代的な2つのマリーナに200隻以上の漁船の母港であり、地域内では少なくとも400隻の船を経流できる。 1800年代後半に中国からの移民が増加すると白人開拓者や移民との間に摩擦が生じ最終的に1882年中国人排斥法の成立につながった経済不況から食の取り合いとなり特に太平洋岸では白人が中国人移民に暴力を振るうようになった1885年2月幽霊化の市政委員 デイビッド・ケンドールが二人の敵対的中国人ギャングに十字砲火を浴びて殺された時、市内で人種問題が勃発した。これを機会に600人の幽霊化市民が集まり、幽霊化の中華街に住む中国人480人すべてを強制的に排除することになった。退去させられた中国人はその損害について法廷手段に訴えたが成功しなかった。 アメリカ合衆国地区裁判所で争われたウィンヒン対ーレカシ事件では中国人は土地を所有しておらずその他の資産は無価値であると裁定された当時の市民委員会は次のような非公式の命令を起草した一すべての中国人は市から追放され何者も戻ることを認められない二委員会が一年の任期で指名されこの町に来て 住もうとするすべての中国人に警告し、その滞在を防止する、あらゆる合理的手段を行使する。もし警告が無視された場合、市民の大衆集会を召集して、適切な手段を取る。三日刊誌によって、あらゆる資産の所有者に通告し、中国人に資産を貸し与えないよう要請する。中国人排斥の熱が高まった時に、 死の監獄を守った人の中に、後のカリフォルニア州知事ジェームズ・ジリットがおり、彼自身が当時市民になったばかりだった。反中国人条例は1959年まで撤廃されなかった。イーグルハウス・イン1914年のザンパシフィック鉄道が開通し、ユーレカとウィリッツを経由して、サンフランシスコ湾北岸とが結ばれ、サンフランシスコまでの初の信頼できる。 陸上路が完成した。サンフランシスコからの旅客列車ができて、幽レ化の人口は10年間のうちに7300人から15000人に膨れ上がった。1922年には、レッドウッドハイウェイが観光し、サンフランシスコから初の自動車用陸路ができた。半世紀以上にわたって不快な入馬者の旅行や、悪名高いハンボルトサスを抜け、滅多に殴ことのない。 太平洋を通ってサンフランシスコに行く代わりに外海への交通手段が劇的に変わった。この進歩を象徴するものは幽霊会員の解説であり、サンフランシスコへの道路開通と時を同じくしている。この宿屋が旅人に提供した宿泊設備の品質と快適さは当時もその後の時代も最高のものであり、記録に残されている。 このホテルは最近再開され地域では3番目の規模の宿泊設備となっている。20世紀初期に拡大した市民の誇りから、ユーレカ市は公式ニックネームとして、崇高なる西海岸の女王を採用した。観光産業はそれを支える宿泊設備とともに関連市場を生んだ。1959年代以降製材業は太平洋岸北西部の漁業とともに徐々に衰退していった。 カバッサイと魚の取りすぎ、規制の増加及びかつて存在した広大な原生林、川及び、魚類の残りを保護するための公園地が創出されたことで、製材業の利益が出なくなり、ブルーカラー製材労働者と漁師の大量解雇が続き、1970年代には本格的になった。残され統合された製材作業が自動化され、国外の製材業と競合したことは、 製材と関連する産業の雇用数を減じる速度を早めただけのことになった。この経済とその結果生じた社会変動から出てきた問題は多くのーレ化と北海岸住人の生活にとって重要だった。しかし過去から見れば衰退したとはいえ、この地方の漁業と製材業は地元都州の経済で大きな数字を保っていることも事実である。優雅化の地域では ユーレカ市が商業、医療及び観光の中心のままである。2010年地震、編集地域の生活地図に対する地震マップとチャート2010年1月9日16時27分38秒、マグニチュード6.5の地震がユーレカの海岸沖33マイルで発生した。この振動は太平洋、プレート、北アメリカプレート及び不安で不可プレートという3つの 構造プレートの相互作用に関連した沈み込み、断層内で起こった。2秒後に縦振動が来た。すなわち、地面から垂直方向の衝撃があり、店舗の窓ガラスを割り、家屋や店舗の棚を倒し、歴史的建造物の多くでは建築的詳細部を損なわせた。地域に暗闇が訪れると、地元の病院はほとんどが軽症のものを治療しており、 ユーレカ市の大半、アーケータ、ハンボルト州立大学、およびファーンデールのような遠隔の地域社会など、広範囲で停電となった。多くの場所で、天然ガスが漏れて心配されたが、火災は発生しなかった。この地震は、1992年4月25日から26日の18時間以上に、かけて、マグニチュード7.2、6.5、6.7の地震が、 連発し、建物や道路に被害を与えて、以来のものだった。2010年2月4日にも、別の地震が発生した。アメリカ合衆国地質調査所の報告では、マグニチュード6.0、12時20分発生。震源は、ペトロリア北西35マイルで、有利カ州からは西に50マイル、近かった。振動は、半径150マイル内で感知され、 北のオレゴン州南部や南のその間群でも感知された。ーレカは、北緯40度47分24秒整形124度9分46秒、北緯4 0 7 9 0 0零度整形124.16278度、40.79000-124.16278に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 地域全面積は14.4平方マイルであり、このうち陸地は9.4平方マイル、水域は5.0平方マイルで、水域率は34.60%である。ユーレカはカリフォルニアのレッドウッドエンパイアという他にはない、自然資源に近いために多少の距離はあるものの関連的にはその中にあると見られている。ここには太平洋、 ハンボルト湾の景観の良い海岸及びいくつかの川に、加えて、レッドウッド国立公園と州立公園、ハンボルトレッドウッド州立公園がある。アメリカ国道101号線の途中にあり、南のサンフランシスコへは283マイル、南東のサクラメントへは315マイルである。アメリカ合衆国西海岸の海岸線で、中間点に最も近い都市でもある。 ユーレカの港湾施設、ハンボルト湾港は、サンフランシスコ湾とピュージェット湾の間では、最大の保護され推進のある港である。ユーレカは13マイルある湾の境外な地点にある3つの、島のうち1つにあるマリーナの場所から始まり、北と南、特に東に広がりながら少しずつ標高が上がっている。市内には、ほとんど二階建てまでの木造建造物があり、東にある主に、 レッドウッドやダグラスファーが豊富な虹林の中まで少なくとも2マイルは入っている。市内はほぼ東西南北に向いた伝統的な格子状の通り配置であるが、古い中心街や住宅地区のすぐ東でさらに正確な東西南北を向いている。1970年以降に開発された地区では、以前は完全に取り払われていた森、小渓谷および谷とその水流が残っており、 最近の建築は、初期のビクトリア様式建築にあるような荘厳さに欠けているだけに、それらの地区に少なからぬ特徴を与えている。公式の市境と周辺の小さな未編入領域との移行部は大半が不鮮明である。最近に開発された東部には広大な虹林に密接して、ゴルフコースのような他とは異なる開発地もある。地域はそこから給料 岩の多い山脈の山岳と移り、標高は短距離の間に2000フィートを超える。ユ暮れの気候は夏が冷涼な地中海性気候にあり、温暖で雨の多い冬と冷涼で乾燥した夏が特徴である。年間平均気温は下肢55度である。過去最高気温は1993年10月26日の下肢87度。 最低気温は1888年1月14日の下市20度である。気温が氷点下になることもある。この地域は1年中海岩性の霧の影響を受ける。平均年間降水量は38.1インチである。計測可能な降水日は平均119日ある。最も降水量が多かったのは1983年の67.21インチ。 最も少なかったのは1976年の21.71インチだった。月間降水量が最も多かったのは2002年12月の6.79インチだった。海岸部での降雪は大変稀であり、平均して0.4インチに過ぎないが、中央値は0であり、ほとんどの都市は計測可能な降雪がないことを示している。しかし、年月日に、 2インチの降雪があり、その月は他にも降雪日があって、月間では3.5インチに達した。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ユーレカの地域圏では人口4万人以上となり、この地域にはベイビュー、カッテン、マートルタウン、ハンボルトヒル及びパインヒルの地区が含まれている。この地域はサンフランシスコからポートランドまでの太平洋岸では、 最大の都市域となっている。ユーレカ市はユーレカーアーケータ・フォーチュナ都市圏の主要都市である。市の経済基盤はもともと製材と漁業であり、内陸の金山に物資を供給していた。金の炭鉱は初期に急速に衰退し、製材と漁業も特に20世紀後半に衰退した。今日の主要産業は観光業、付加価値のある製材業、及び医療とサービス業である。 主な雇用種としては、レッドウッズカレッジ、ハンボルト郡、およびハンボルト郡教育部であり、政府がらみである。市内のセントジョセフ病院が民間では、最大の雇用種である。2000年国勢調査では、16歳以上、非雇用人口2671人のうち、3.7%が、農業、林業、漁業及び狩猟業に従事している。 この比率は特に漁業では自営の者がいるので実際の数字を反映してはいない。24.9%は教育、医療及び社会サービスで働いている。18.4%は政府に雇われているが、自営業も11.2%いる。失業率は5.5%であり、全国平均の5.7%よりは低い。十六歳以上の人口のうち、 42.7%は、労働者ではなく、残り57.3%が雇用されている。1999年の世帯あたり、収入中央値は25,849ドル、1人、あたりでは16,174ドルとなっている。1999年に、緊急戦以下の人口は23.7%だった。2000年にあった。 住宅11.637個の,のうち94.2%は利用され5.8%が空き家だった。利用されている住宅のうち46.5%は持ち家であり53.5%が借家だった。優れ家市は市長、市政委員会方式を採用している。主要な権限は市政委員会にあり、委員は市内の5選挙区からそれぞれ選ばれたものである。 市長は指名権があり、儀式での代表となるが、市政委員会の裁量、要人との会見、及びおそらくは、地域で最も重要な公的地位という役割もある。公的な姿勢については、シティマネージャーが行う。ユーレカ市政委員会は、毎月第1および、第3火曜日の夕方5時半からクローズドで、6時半からオープンで会合を行っている。 すべての市政委員会で傍聴者の発言が認められている。委員会は、ユーレカ市役所2階の会議室で行われる。カリフォルニア州議会では、上院の第2および、会員の第1選挙区に属している。連邦議会会員では、カリフォルニア州第1選挙区に属している。2010年時点で、すべて民主党議員が務めている。ユーレカ市内、オールドタウンの通り道路、 編集アメリカ国道101号線が市内を南北に貫いている。この道路の市内部分は信号機で速度を落とされている。中心街は歩行者に優しい街区と考えられている。カリフォルニア州道299号線が隣のアーケータ市北端近くでアメリカ国道101号線に接続している。州道299号線はここを視点として東に伸びており、 周東部に行くときの感線となっている。航空、編集ユーレカの北15マイル、マッキンデービルにはアーケータユーレカ空港がある。民間利用とチャーター便のための一般用途空港のマレー空港はユーレカ市内北端にあり、ハンボルトワに隣接している。10マイル南東にはニーレンド空港がある。これも一般用途空港であり、 標高2737フィートにあって、海岸に近い地域に起こる、海洋性騒音を避けたい時の選択肢になっている。水路、編集ハンボルト湾港レクリエーション、保護地区がその推進のある港を含め、ハンボルト湾と周辺環境の資源を管理している。港は、市のすぐ西にあり、湾の向こうには、サモアの地域社会がある。 大型船のための高水深海峡ドックに加えて、いくつかの近代的、小型船用マリーナが私的用途に使うことができ、400隻以上の船を経流できる。公共交通、編集市内の公共バス輸送は、有利化交通サービスが運行している。レッドウッド交通システムは、有利化しない都市外の街や場所をつなぐバス便を運行しており、教育機関とも結んでいる。 オンデマンドサービスも申し込みにより可能である。アムトラックがユーレカの無人バス停から高速バスを運行している。このバスは周海岸部北端の旅客駅であるマーティネズやオレゴン州南部と連絡している。グレイハウンドがサンフランシスコからユーレカまでのバス便を運行している。オンラインでは購入できない切符でもアーケータにあるバス停で購入できる。ユーレカから サンフランシスコ行きのバスは運行されていない。毎日一便サンフランシスコからユーレカ行きはあるが、南行きは北のアケータあるいは南のリオデルから乗車しなければならない。ユーレカは地域医療の中心である。総合病院として地域最大のセントジョセフ病院がある。この病院はシスターズ・オブ・セントジョセフ・オブ・オレンジが運営しており、1920年に 会員した。この施設は2008年にその拡張計画の第2段階に入った。さらに、リハビリテーション病院もあり、生活施設、高等看護施設及び外科センターが支援している。州北部海岸で利用できる診療開始の大半は、幽霊型その近辺におり、地域では唯一の主要学や透析療法委員もある。高等教育機関としては、 ユーリカ都市圏南端にあるレッドウッズカレッジ8マイル北のアーケータにあるハンボルト州立大学がある。レッドウッズカレッジが最近市の南270エーカーの市キャンパスを補うために市内中心街にサテライトキャンパスを開設した。一方ハンボルト州立大学は2005年にキャンパスをユーリカ市内に移転する案を公表した。この計画の最初のものとして 2007年春に450万ドルをかけてオールドタウンのハンボルト湾沿いに水生生物研究施設を開設した。その他同じくハンボルト湾沿いに加工性動物研究センターを建設する予定である。この施設は大学の浮かぶ教室であるコーラルシーに隣接することになる。これらの施設は20マイル北のトリニダードにある原油施設よりも規模が大きくなる。 地域最大の教育学区である、ユーレカ市教育学区が市内の公立学校を管轄している。ユーレカ高校は、全市から生徒を受け入れ、近くの未編入地域からも受け入れている。小学校は4校、中学校は1校、高校が3校あり、他に成人学校と子ども教育センターがある。ハンボルト郡教育部が市内にあるグレンポールセンターを管理しており、発達障害のある。 子供たちの教育に特化している。北部海岸で主要なショッピング施設は、ユーレカの国道101号線に近い、ベーショアモールである。コールズやシアーズを各テナントとして70以上の店舗が集まっている。この他ヘンダーソンセンター、ユーレカモール及びダウンタウンオールドタウン、ユーレカがある。ユーレカ自体がカリフォルニア州の歴史史跡である。 カリフォルニア州歴史標識第477号がオールドタウンにあり、当初のビクトリア様式建築商業地区として国内でも保存状態の良い場所の一つである。ジョン・ビラーニの著作、アメリカの小さな芸術帳ベスト100では第1位に推奨された。毎月ある文化と芸術の行事、アーツ、アライブは地域最大の行事である。 毎月第1土曜日に80以上の事業所と画廊が公開されている。地元の料理や飲料とともに、地域のバンドなど様々な分野の生公演がある。北海岸レパートリー劇団や幽霊歌劇団など、いくつかの劇団が1年中公演を行っている。レッドウッドエイカーズフェアグラウンドでは、年中様々な行事が行われている。芸術組織としては、ハンボルト州立。 大学一番街ギャラリー、ハンボルト芸術委員会とモリス・グレーブス美術館、レッドウッド芸術協会、ジーンク・ピープル、およびユーリカ芸術文化委員会がある。地域の主要中心として、宿泊設備、レストランおよびショッピング地域があり、特に19世紀、オールドタウン商業地区には多くの専門店や地域唯一の大型ショッピングセンターがある。 クラーク歴史博物館博物館としては、クラーク歴史博物館、サモアにある、ハンボルト湾海洋博物館、モリスグレーブス美術館、ハンボルト修立、大学一番街、ギャラリー、子供のための発見博物館及び、ブルーオックスミルがある。150年間にわたる、製材道具や、その他文化的な財産がハンボルト鳥で修立。 歴史公園の博物館周辺に集められている。ミルトン・カーソン邸宅、安城式、ビクトリア様式建築、1889年観光、通り向かいにある、カーソン邸宅の所有者、ウィリアム・カーソンの長男に対する結婚祝いだった、ユーレカは、州の北端に孤立し、20世紀後半は、経済状態が良くなかったために、他の都市で起こったような戦後の再開発や、 都市更新が起こらなかった。その結果、19世紀や20世紀初期の豊富な建築物や歴史地区が残されている。サンタバーバラの建築士教授、デイビッド・ゲブハードは、幽霊家を西海岸のウィリアムズバーグだとし、コロニアル復古町、イーストレーク町、ギリシャ復古町、イタリア町、アンジョーおよびスティック町のカビな例を含め、ビクトリア様式建築家屋や、や 公共建築物を保存していると述べた。これらの様式は、最も有名でおそらく最も過微な、ビクトリア様式家屋である、カーソン邸宅で表現されている。この邸宅を建設した、ニューサムニューサムが再度建設したのが、邸宅からわずかにブロック離れただけの、カーターハウスインである。この壮大な安城王朝建築は、 当初のものが1906年サンフランシスコ自身の後の大火で失われた。設計図が見つけられて建て替えられたものが今日あるものであり、それが新しいものであると告げられるまで誰も気づかないほど、過去のビクトリア様式建築を再現する能力があった証明となっている。幽レカにあるブルーオックスミルワークスの所有者など、地元技能者が過ぎ去った時代から建築の方法と秘密を、 復活させたものであり、地元の改修やホワイトハウスなど他地域での計画でも需要がある。市内にある建築物の約16%は歴史的建築物である。13の地区がアメリカ合衆国国家歴史登録財の判定基準に合致しているとされた。その中でも2番通り地区、15番通り地区及び大通り地区が著名である。人気があり、 保存状態の良いヒルスデール通りには歴史的興味のある17の建物がある。全体で1500ほどの建物が国家登録の価値があると認められてきた。1973年に設立された地元建築保存団体であるユーリカ歴史遺産協会がユーリカのビクトリア様式建築の多くを保護し保存する運動を進めている。セコヤパーク動物園は成熟した。 レッドウッドの虹林、広さ50エーカー以上の地にあり、ユーレカ最大の公開遊戯場やアヒル池があるほか、最新の注意が払われている庭園があり、地域に多くの種類があるシャクナゲが植えられている。その他ユーレカに近い公園としては、ハンボルト植物園とハンボルト湾国立野生生物保護区がある。 市の水際には近代的板割遊歩道があり、400隻以上の船を経留できる大型マリーナ2カ所がある。幽霊化の150年の歴史の中で異なる時代に2つの日刊誌が発行されたが、現在はコロラド州に本拠を置くメディアニュースグループが所有するタイムズスタンダード紙だけが残っている。購読数は2万部近い。この新聞は地元のニュースに加え、州、 全国及び世界と協定した記事を掲載している。2003年に創刊したユーリカレポーターは2006年に日刊になった。2007年末時点では週5回発行されていたが2008年11月に廃刊となった。その論説部分はタイムズスタンダード紙の論説に吸収された。メディアニュースグループは週刊の広告紙トリシティウィークリーも所有している。 幽霊化の記事を掲載する近辺で発行されているものとしてアーケータを基盤とする無料週刊誌、ノースコーストジャーナル、ハンボルト州立大学の学生新聞、ランバージャック、さらに特徴ある週刊誌、G、アーケータ愛がある。市内でも他にも地元協会の連合が発行するキリスト教系週刊誌、エメラルドコーストヘラルドなど週刊誌がいくつかある。 インターネットでは170以上のハンボルト軍と幽霊化のブログがあり、それぞれ様々な意見、話題、見解を掲載している。幽霊化に本拠を置くハンボルト軍の商業ラジオ局としては、FM3 局、AM1 局がある。近くのファーンデールに本拠を置くロストコースとコミュニケーションズがいくつかのラジオ局を運営している。軍内にはテレビ局が2局あり、 チコやレディングのテレビ局からも視聴できる。ありがとうございます。